右の岩をちょっとよく見して。はい。それは壁みたいに立ってんだ。皆さん別の人。はい。これだけもうストンとこうあの尖ってっていうか、こう一周できるんですこの周り。ちょっと回って。はい。ヤムトリナムシティリプバンサマーティ空間のマシティヤさん、ラクシアネマシティティバシガシチャマタ。この宇宙においてこの星は大切な場所だからこそ、そのために設置された仕組みがある。その意味は理解できるならば、その仕組みを動かせるならば、動かしても良いと思う。しかしながら、それを動かせば、さまざまなことも同時に連動して動くからこそ、そのことは分かっておいてほしい。よろしくさんの、むしろまちゃんちゃん。そして、この地は守る者がいるならば、この岩に水と塩と酒をかけてくれれば、神のつながりの仕事になるだろう。よろしくさんの、マーティンちゃんがか、アーティカン、カーティンちゃんばしっか。手を開いて出して、ね。バイタマナマシェマカキキマサティププンヤマンカンカイシシファンティクワシマシャンタンカンググイシマチャンタラハ。バシッチャマカスマンでやっていきます。OK。そこに両手つけ。両手つけ。壁に、そう、そこで確認化して無心ば天ばらし丸十字をイメージして、じゃあマティセシャバシ新丸十字、ウーチャマ天下ウーチャマサーティマロカンアクションマティス。オーケー。君屋さん祈ってる間に見えたものは。光、うん、鍵もらったんだよ。鍵、ここを始動させる鍵、宇宙からここにつながっていて、この星が大切だからこそ守る仕組みがあると、はい、その仕組みが分かるんであれば動かしても良いと。ただしここだけではなくて他も連動して動くぞと。その指導させる鍵をあなたがもらったんです。よろしく。はい。全体引いて後ろ写して。山。正面。はい。みんなそこに並べ。みんな自分の祈りして。手を開いて。はい。はい、ありがとうございます。今の段階で言うと、さっきの尖った岩は、指導装置。で、この後ろのでっかい岩が仕組みが入ってる。あ、この後ろのね。はい。山の中に仕組みが入ってる。仕組みが入ってる。はい。あ、吉岡さん。ここ実は、もう、この山全体の中が鍾乳洞なんですよ。うん、ちらっとあの、ホームページで見た。はい。すげえなと思うけど、そこの、要は、
まあ地球の中から湧き上がってきた、建てられた、あの立ち上げられたこの山だからな。で、花崗岩で、まあ、石灰岩の、やつなんで、まあ、もっと高圧度になると水晶になるんだよ。はいはい。で、鍾乳石っていうのはその水晶の手前のやつに似てるんだけど、めちゃめちゃ波動高いし、で、水晶の水ってちょっと特殊な水なんだ、ぽっちゃんぽっちゃんってな。っていう中の命の仕組みがあるのよ。鍾乳洞ってそういうことなんだ。で、その命の仕組みがここに出てきてると思った方がいいんで、それがどういう仕組みでどういう昔か、ちょっと今の段階ではフォッサマグナもちょっと関係してる、要は地球の中の仕組みがこの表に出てきてるっていうのはちょっと思ってた、うん、はい。で、それを福島の守り男がどういう意味でつなぐかっていうところを理解した上じゃないと動かせないんで、で、この仕組みは動かすとここだけじゃなくていろんなものが同時に動くので、うん、そこまで考えて変えないとできないことだから、うん、まずは今日現状把握なんで、はい、あちこち行って体感をそれぞれして、はい、行くのが鍾乳洞の中行くのか、まあ、気になってるという方が見てもいいかなと、うん、祈りっていうかもうここでパッと終わった瞬間の時にパッと行けるじゃん。そんな正式な所作しなくたって、鍾乳石の中に入っちゃうと、もう女性の子宮の中に入ったのと同じなんで、感覚の中にはもうそこにエネルギーがあるんで、あとは自分の感覚、特に女性たちは子宮を通して感応するはずなんで、はい、そこの感覚をお互い大事にしてシェアしてたら、気づきはあるんじゃないかい。あと、言ってた釜岩ってのは、この山を中心にしたらどこにあるの？真北の方の、ここから10キロぐらい先です。うん。いいよ。あとは女性たちの腹、子宮を通して感じる部分が絶対大きいと思うので、まあ、そこのお互いの情報をシェアをして、その記録を、保っていくこと、それと宮の感覚も大事。それをお互いに話しながら、読み取っていけな。もっと近づいて。この奥が今奥映してるんですけど、ちょっと見えますか？うん。それも岩か。はい。この奥にも続いてるんです。左手も岩だ。はい。ちょっとその左手の岩も一回映して。これも結構大きいじゃんな。これそうですね。人の身長ぐらいの。岩登ってる。ああ、斜めか。で、そこの岩が立ってる位置から丸い石がどう見えるか見せて。と足元。足元の岩。あ、こういう関係になりますね。そうそうそう。なんか関係してる。ああ。その関係そう。なんだろうな、そこの上に乗れるだろう、右の岩は。実はこの岩のこの尾根の先にまた岩の塊がいくつかポンポンポンってあるんです。上にか。はい。ちょっとこのまま行ってみましょうか。うん。なんかのつながりが絶対ある。左右として、こう三つに割れて、そうですね、三つに割れてますね。で、この右奥に大きなまた岩が、見てみて。この手前のこっち側右側にも大きな岩、はい、はい。はい。これが一番上のでかいやつ。そうですね、この辺りでは一周して
から登れ。あ、岩に。うん。今登った。はい。亀石の方角は。このまま真っ直ぐです。わかるか、九州の時のあそこの山の上。あの感覚よ。糸を持って置いてるんだ、これ。ここが一番上としたら、ここが上からの池なのね。で、それを変換していって、一番下の丸石になってる。だからそこで、ちょっと鳩も登らせる。そこで、一番上の宇宙神につながる祈りを、その岩につなぐイメージで、はい、祈ってみる。はい。これも合わせることや。はい。ちょっと二人手伝えるな。じゃあ、手伝い置きますね。いい、いいのをつなげてな。はい。はい。ニマシャマティキマハティククイサマティアンカラサマティチアサンカシウーあのじゃあいつまで経っても誰も来ぬからここの地を守ることは大変だと思っておったが、やっと気づく者がやってきたか。この地にある仕組みを指導させねば、この日本列島を守ることはできぬ。ここに大切なつながりがあって、それを守るための仕組み、装置がここにあるからこそ、そのことに気づき、このつながりを守り継ぐ者が来なければ、星につながり、この地球を守る者たちの意識がつながらねば、何もできん。本来、地球は地球単独では何もできぬからこそ、宇宙のつながりの意識をつなぎ、そのつながりを持ってこの地球を守るという仕組みがここにある。だから、星々のつながりも含め、ここには星のつながりをつなぐ力があるんだと思え。そのことが天地空、そして地の底、海の底、そして地球の核にもつながり、この地球の生命ラインに一本となってつながっている仕組みが、この山全体が持っている。だからこそ、その仕組みを宇宙と動かすための指導のライン、そしてそのつながりの証がここにあるんだ。そのことを分かった上で祈りをしなさい。よろしく頼む。ウグシャマティンガハラマハ、ティアラマサンキクク、ウクカマカティスマシチャダ、アクンサナマシアカマタタンサ、ワーサン、フはい、二人の会話を教えて。